おしっこピッピッ。どうもーシーモでーす、シーモでーす。さあ始まりましたよ、バーのシーモ、バーのシーモね。証拠りもなくね、世の中ではまん延防止ね、何ですか、そういうのとか緊急事態宣言もどうだとか言っておりますけどもね、バーのシーモは変わらずやるわけでございます。はい、まずは先週のおさらいから。サツキショーね、ビッグティファルスですよ、ね、もう応援してくれた皆さん本当に申し訳ございませんでした、もう涙の吸着ということでね、もう何でしょうかね、範囲はもうこれにつきますよね。はい、私シーモの水回りの掃除が足りなかったというね、ことでございます。トイレとね、もう玄関はやったんですよ。はいね、もうツアーでね、福岡から帰ってからもうめちゃめちゃ掃除しましたよ。ただお風呂のね掃除がちょっと忘れてました。これがね、もう風呂掃除がね、もうちょっとやってなかったんでね、まあこれでちょっと負けちゃったのかななんて言ってますけどね。はい、まあまあまあ冗談はさておきね、もう大事ですよ、そういうね、そういうのは大事ですけど、はい、まあ、ただね、もう最終コーナーでね、もうビクティファルスもう力尽きたというか手応えなかったですよね。なんかこう、なんだろう、最終追い切りでね、なんかちょっとそのラストね、市原ハロンがちょっと物足りないとか、ちょっと疲れがあるんじゃないかとか言ってね、そうやってこうほざいてるね、トラックマンがいましたけど、もうその通りになりましたよね。はい、いやもう本当恐れ入りました。まあやっぱ馬見るね、そういうトラックマンの人たちよく見てるなと思いましたけどね、なんかもう最終コーナーでね、手応えなくて、もうこの池添健ちゃんもね、池添ジョッキーももう、まああれ以上の乗り方はないのかなっていうね、もう感じでしたよね。もうなんか年明けからもう連続で参戦使ってましたし、まあもうずっと長距離輸送だったので、まあさすがに疲れ溜まってるだろうなっていう、そういう感じの競馬でしたよね。まあなんでダービーは、まあ、出走するかもしれませんけど、賞金が足りてるので、まあ、記念出走みたいになるので、まあ、なんか無理せずに、ね、後方で構えて最後ね、バテた馬をバッとかわして賞金だけ掴んできてくれればいいかなっていう、もう切り替えて菊花賞ですよ、ね、ハーツクライ3区ですしね、遅う生まれでもありますから、まあね、秋に向けて、まあ、ちょっと休養を取ってほしいなっていうのが出身者としての意見ですよね。それにしてもエフフォーリアね、強かったね。まあ、僕もあれは東京向きだと散々言ってましたけど、中山であの競馬されたらもう恐れ入りましたという感じですよね。異次元の強さというか、また今年もなんかね、三冠とか狙えるような馬が出てきちゃったかなっていう感じですよね。いやもう本当ね、なんであの馬俺出資しなかったんだろうなって、もうそれに尽きる感じです。めちゃめちゃ強かった。もうだから皐月賞であの走りができるってことはもう東京ではもうぶっちぎりですよ。はいね、まあだから負けるとしたらもう超高速ババになってね、なんかこうすっげえ頭から逃げてもうね、もう、うん、届かずとかそういう競馬にならなければ、まあなんか変な競馬にならなければ、もうエフフォーリアのね二冠は硬いんじゃないかな、そんな感じですよね。はい、先週の振り返りでした。さあそして今日何やろうかと言いますと、キャロットクラブ追加募集馬、募集馬診断、はい、というわけでね、そうですね、そうなんです、この時期になんとキャロットクラブが追加募集を始めまして、ね、うまいですよね、本当ね、こういう、なんだろう、クラブの還付金とかがね、戻ってくるのこの時期じゃないですか、商売上手だなと思いましたけど、いつもだったらね、シルクがね、追加募集をするんですけど、シルクも追加募集あったんですが、同時期にね、まあ、馬体写真とか動画が出てまして、見たところ、今年、シルクよりキャロットの方がいいぞと、私は判断しまして、キャロットの追加募集に行こうかなと思っております。まあシルクもね、ケアレスウィスパーとかちょっといいかなと思ったんですが、ちょっとキャロットの方がレベルが高いんじゃないかなと思ってね、私の見立てではなのでキャロットのちょっと追加募集をね、ちょっと今日は募集馬診断とかしようかな、あくまでも私の目線ですが、気になる馬を挙げていきたいと思います。まずね、注意しなきゃいけないのは、まあ、追加募集っていうのはちょっとみんなね、訳ありだということなんですよね。ちょっと足とかでちょっと骨折してたとか、ボーンシストだとかね、
いろいろ問題があってこの時期の募集になってしまった。それをまずよく見極めなければいけない。で、この追加募集の中ではこの馬がいいんだけどっていうのはあるんだけど、その馬が通常募集のね馬とちゃんと張り合えるのかっていう、そういうレベルにあるのかってことをね、ちょっとちゃんとその吟味しなければいけない。そこがあのポイントだと思いますね。じゃあ早速ちょっと気になる馬を挙げていきましょう。まずは93番ボージェストね。これはね、ボーデンのね、スプリングステークスでもね、3着だったボーデンのね、下ですよね。で、まあこれもう地面だけでもめちゃめちゃ行きたいですよね。まあ、エピファネイアに金カメじゃないですか。これもそしてエアグルーヴでしょ。もうめちゃめちゃもうスカイグルーヴとかね、まあの組み合わせだと思うんですけど、まあこのエアグルーヴ血統にエピファネイアっていうだけでもうめちゃめちゃ、もう地面だけでも出資したいぐらいの、もうめちゃめちゃ良血。はい、ね。で、まあエピファネイアと金カメっていうのはもうめちゃめちゃね、もうデアリングタクトとかも含め成功してる配合なので、まあいいんですよね。で、なのでじゃあもう血統もバッチリだろうっていうことで僕は期待して、こうあとは動画を見たわけですがね。うん、まあなんだろうな、やっぱこう完璧な商品なんてないですよね。なかなかこう血統は最高なんだけど、まず簡易が19センチってことで、ちょっとやっぱ足がね、うん、ちょっと細いと言いますか。で、なんかやっぱこのね、立ち姿もちょっとこうなんだろうな、範囲が細いのもあるんでしょうかね。すげえなんかこう竹馬っぽく見えるというか、ちょっと足元にね、ちょっとこう不安の残る、なんだろうな、そういう立ち姿だなと思いました。で、まあこう背中が短いのはすごく僕も好みで、こういう馬っていうのはね、推進力がありますし、うん、だからハズレのないタイプですよね。これ血統もそうですし、間違いなく一つ二つ勝つでしょうね。はい、うん。で、厩舎も手塚厩舎でいいとね。まあボーデンがね、木村厩舎であんだけやれてるので、もうこっちのね、エピファネイアの方はもっとやれんじゃないかなと思いますよね。ただこのね、エアグルーヴに、金亀エピファネイアっていうのは、このスカイグルーヴもそうですけど、結構この組み合わせになるとうるさくなるのかな。血統的には最高なんですけど、もしかしたらこの気象がね、災いして、うん、なのでスカイグルーヴとかもね、ちょっとね、勝ちあぐねてるというところあるのかなって思うんですよね、うん。なので、まあ、気象のね、そういうのがなければ、うん、間違いなく、勝つでしょうし、うん、大きいところも狙えるのかなと。ストライドとかね、こう販路の走りとかは、まあ、すごく非常に小気味よくていいんだけど、もっとストライドが伸びるようなフォームだと、まあ、僕的にはもっとね、もう即答でいくって決めれたと思うんですよね。まあ、なので、まあ、なかなかいい馬だなと思いました。もう地面的にはもう一番これが行きたいです、はい。そして次はですね、ラフィエスタ、はい。これドレフォン3区ですよね、うん。で、これはまあドレフォンなんでダート馬じゃないですか。なのでまず馬格がなければもう絶対これはないなと思ったんですけど、馬格はあるとね、牝馬だけど馬格はあるね。まあ、ただね、ダート馬でね、こう牝馬だとやっぱこうね、番組がないんですよね。まあ、なんか交流戦とか狙うしかないと言いますか、はい。ね、地方馬だったらいいんだけどね、なかなかそういう番組が難しいですよね、はい。で、これライク・ザ・ウィンドウとかルフトシュトロームの近親だったりするので、まあ、すごい血統的にはこれもね、すごい魅力的なんですけど、まあ、細かいところ言うとキリがないんですけどね、はい。なんだろうな、こうもうちょっとね、筋骨隆々というかダート馬だったら、この馬格から言ったらもうちょっと筋肉とかよくついてるといいなと思ったんですが、歩様とかはね、結構柔らかさを兼備してる感じで、僕はなかなかいいなと思いました。ダート馬でいわゆる上級の条件にいける馬って、ただ硬いだけのダート馬ってもう一つ二つは結構早く勝てるんですけど、それで頭打ちになっちゃうんですけど、やっぱオープンクラスとか行くダート馬っていうのはやっぱりちょっと柔らかさも兼備してないといけなくて、そういう意味では、うん、この馬にはそういうところがあったなと思うんですよね、うん。ただまあダート馬としたらもうちょっとなんかね、筋肉がこうついてるとかね、うん、そういう感じが良かったなと思うんですよ。だからその辺がね、ただまあ値段的にはすごく行きやすい馬ですよね、はい。
なのでまあ この馬もそういう僕の見解ですね。はい、そしてこれがどうかなってとこなんですよね。95番マリアライト。はい、まあ王族レースのね下でもありますし、まあなんつってもマリアライト G1 馬ですから、その子供ということでね、うん、動画も見ましたけども運動神経はやっぱ良さそうですよね、うん、でただね、まあ血統的なところいきますと、カナロアとディープっていうのはこうしなやかさが出すぎるんですよね、カナロアとディープなので、なんかこうネジを締めるようなそういったところがないといけないんですけど、まあなんかキングマンボのクロスとかあるので、まあ、その辺はいいのかなと思ったんですけど、とにかくまあ小さいですよね、うん、なので、まあ、この時期とはいえど、まあちょっとね、うん、小さいなと思いました。はい、でなんかボーンシストなんですかこの馬、まあ、そうあんま最近のねボーンシストとかは気にしなくていいと思うんですけど、うん、まあとにかく小さくてやっぱ非力ですよね、うん、販路上がってる動画見ますと、ただまあ非力な割にはなんかこう体感はあるのかなと思いました。なので、うん、まあこれはちょっとね、マリアライト血統、このねこの血統のやっぱ成長力に期待するしかない。なんだけど値段もそこそこするじゃないですか、高いし、うん、病欠とはいえど、でさらにボーンシストというねそういうリスクもあるわけだから、まあ気にしなくてはいいとはいえども、やっぱりそのね、全く問題がないわけではないので、わざわざこのリスクを取りに行かなくてもいいのかなっていう気はしましたね、うん、僕はこの馬行かないと思います。まあ一発狙いの方とかはね、行くかもしれませんけど、まあ血統の力っていうのはねすごいですから、ちょっとリスキーな部分があるかなと思って僕はちょっと、うん、やめとこうかなと思います。はい、そして、96番アブソルートリーね、これ結構面白いですよね、値段安いし、まあ、ミッキーアイル×、ね、リダウツチョイス、まあ、オーストラリアの、ね、短距離の G1 馬ですよね、うん、リダウツチョイスなので、まあ、こうミッキーアイルって僕去年の通常募集の時にも言いましたけど、ミッキーアイル自体がこうすごくノーザンダンサーが濃い血筋なので、お母さんっていうのは、まあ、ノーザンダンサーが濃くない方がいいと、異形がいいんじゃないかということをね言ってきましたけど、このアブソルートリーは濃いですね、そういう意味では。はい、なのでまあなんだろうな、うん、メイケイエールみたいなパターンですよね、なのでこうインブリードとかすごい濃いんだけど気性うるさいんだけど一発こう狙うしかないみたいな、うん、で血統的にはこのサーアイバーというね血筋が入る、こうミッキーアイル3区っていうのは結構やっぱ走るんですよ、メイケイエールとかララクリスティーヌとかね、うん、あの辺もそうなんです。ですけどやっぱり理想はお母さんがやっぱりノーザンダンサーが濃くない方がいいんじゃないかなということなんですよね。面白い馬ではあると思います。はい、どれもねもう一応言ったんだなと思いましたら、なんと再募集馬がいました。59番ディアマイベイビーね、これがね、まあ、骨折してたんですよね通常募集の時に。はい、でこれ実は僕ディアマイベイビー通常募集の時に血統配合でもピックしてた馬なんですよ。はい、でモーリス×ディープインパクトっていうのはいいとね、まあ最近で言うとルークズネストですか、まあ、あの辺が走ってますよね、うん、で馬体も好きだし立ち姿もいいし、でこう動画も見たんですけど、これ募集動画めちゃめちゃいいですよね、めちゃめちゃよくて、うん、これはね逆にまあキャロットですから、キャロットクラブですから追加募集でもすげえ人気になるじゃないですかね、なのでこれ人気にならないんだったらこれもありだなと思ったんですよね。はい、ただ販路の動画見たらもう口向きは悪いわ、まっすぐ走らないわで、めちゃめちゃ制御できてない感じが出てたんですが、ただ裏を返すとこの馬って11月からね、なんだろうな、骨折してたので11月から立ち上げてるんですよ。でその割にはもうここまで追いついてる、うん、でこっからさらにやっていけばすごく口向きもねちゃんとこう制御させてまっすぐ走るようになれば
今の時点でもこんだけ走れてるんだとしたら、もしかしたらめちゃめちゃ大物なんじゃねえのっていうね、ちょっとそういう一発の魅力がこの馬はあるというね。さらにゴーンウエストがね入ってるのもいいですよね、はい、最近の活躍馬は結構ゴーンウエスト入ってますから、そしてオールザウェイベイビーのやっぱ血統なので、あのステラベローチェとかと同じ一族ですよね。そこもねいいなと。で菅井厩舎ですよね、はい、でさらに5月生まれじゃないですか。しかも6月に近い5月24日で11月からこうやりだしてるわけですから、もうねこれはもうちょっと未知の魅力にあふれた一頭というね。今までちょっとモーリス・サンクって僕はあの敬遠してきたんですけど、これだけ血統の背景とかがあればちょっとね行きたいなっていう気持ちもありますよね、はい、なのでまとめますと、まあ、とにかくやっぱこの時期ね、やっぱあのもうね、本家の募集ね、今年の2021年の募集始まるから、そんなこの追加募集でね無駄遣いしてもしょうがないので、大物狙うんだったらもちろん93番のボージェストで、あとはこの追加募集の、そうですね、ディアマイベイビー59番ね、まあそうですね。でまあなんかちょっと置きに行くかっていうんだとしたら、アブソルートリー96番ね、ミッキーアイル3区、そして、まあ94番ラフィエスタドレフォン3区で置きに行くかということですよね、うん、まあ、だけどせっかく行くんだったらやっぱ93番か59番、ボージェスとかディアマイベイビーがちょっといいなと思いましたね、はい。まあ私が選ばなかった馬の方が走るというね、そういう説もあったりするので、はい、まあ皆さんのやっぱりね、信じる方に行けばいいかなと思っております、はい。というわけで、競馬って本当に素晴らしいもんですよね、はい。それではまた皆さん、バヌシーモで、シーモチャンネルでお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。